ああ、これボックスありだと思うな、正直。全然全。いや、全まではちょっと多いですけど。わあ、風強くて。で、参加と福島さんがやるってなった時に、僕は、まあ、買おうかなって思ってるのが、まあ、福島さんの攻めに乗じた、川上さんのまくり刺しとか刺し4頭。僕はまさにあそと9の分。おお、4、4頭まあまから。あ3着まで入れてますけど、もうこれの組み合わせでとにかく4と2、3が来るようにという感じですよね。やっぱ体重を落とした、ああ、やる気。やる気をやっぱ買いたいで、先ほどは5枠でしたけど4枠にさらに内になってるので、ちょっと期待したいかなという感じに思いますね。6だけ買ってないわ。おい、私も考えてきました。はい。結構たくさん買います。まあ本戦は参加だの福島さんまくり、もうギャンブルの神様ジャイさんに助言を得て帯狙います。よし。126162、配分3万でどっちが当たっても帯です。はい、これ当たった後にやるやつだから。運命の2点ね。差しだ。ノーサンキュー。これジェイさん3443だよ。来た。簡単だろ。簡単。うわ、これほんと簡単。広瀬さんはすげえ入ってきた。むっちゃ簡単になるよ。もう3443だよ、こん死んなん。だ。ちょっと待って。6？ ちょっと待って、6はねえわ、マジで。46じゃん。ちょっと待って、3443じゃないの、このレース。あそこ2周か。うわ、この外し方ダリー。俺もダリーはこの外今しだって、方。今完全に3443で入ったでしょ、1マーク。あれ？いどれぐらい来たんだろや、これつきますよ、46は。うわ、なんで俺、買っとけうわー、よ。すげえ、2500円で帯。うわー、うわいやー、俺はなうわ、え？6だけ買ってないっていう。ああ、そ確かこ。に。あ、違う。違う。これが欲しいよ。そう。まさかのこれ欲しいよ。あれ？ねえねえ。何ですか？さっきの、買ってんじゃん。400。6も買ってんじゃん。463当たってるじゃん。463当たってんじゃん。え？なんだよ。買ってんじゃん。買ってた。ちょっと。だから、運だけでやめて、運だけで。善れ？にしてたってことですか？善にしてたのか。いや、なんか、463持ってるじゃないですか。残高が多いからおかしいなと思ったんで、あれなんでだろうと思ったら、あ、よ、6やめてよ、もう強運だけで、そ強れ。すぎるだろう。あれじゃないっすよ。あ、6押さえてたんだ。一緒に3434来たって喜ぼうとしたら持ってるじゃないですか、そっ持っちても。たわ。的中ベッドがあります。おめでとうございます。書いてある。どこにっつって。もえ、どれっつって。お金どんどん入ってくる運命にあるじゃん、あもう。いや、すげえなー。それはラッキーだどうわ。いう星のもとに生まれてんの、マジで。モーターボート大賞ウィーナーズバトルの優勝戦でございます。ゲストはこの方、クリスさんです。よろしくお願いいたします。来たな、来た。えらい行かれてるらしいですね、2ああ、人とも。そうっすね。ちなみにマジでいくら行かれてるんですか？50っす。50、5日間で50っす。バッチーさんもそんぐらい。50っす。ああ、2人で100よ。11レースで5、普通に考えたらもう12レースで5、50っす。で、あのね、やばいっすよ。クリちゃんは知ってると思うけど、朝、車ぶつけました。見てました、見てました。マジ？だから50じゃないです、60です。1060です。同じ駐どこ車場、に同じ駐車場止めようとしたら、名もなき鉄の棒に当たりました。うわボン。はい、これでいきます。
12626各5000円、本節好きだねそれ、因縁の12626ではございますけれども、まあ、石川選手が稼働受けで山本選手が上ウィークチルトを上げてるってことは、差しに回った時の回り足が落ちると思います。それを予想して内側に来る田村選手、広く差していくと、うん、僕1-2差2-3と6-1、あと4頭6-1、はい、きた、16をやめて6-1にしました。6-1はね、と入ったらさすが銀河系軍団ってなるわ、なる。1356356が、本線ですね。山井選手はイン逃げ率の高さからこちら行きます。そしてまあ3番がねスタートいいだけに止まると思うんですが、4の頭持っておきたいと、うん、で1000円ずつ56前にしようと思ったんですけども、終始ね僕ね2、3着入れ替わりで負けてるんで返してる、してる、ね、500円ずつ、まあ、これが私のスタイルですから。いやいいと思う。であれ、ん、あ、どうぞどうぞ、はい、で、それあ、どうぞ以上です。あ、ちょっと待って、あ、どうぞどうぞどうぞ以上です。邪魔くせえこいつらマジ。一今日さ、はい、あ、どうぞ。マジかよっていうレース1回ぐらい出てくると思うんですよ、うん、マジでそこリハビリね、うん、変えたって言って OK、うん、最近俺怒ったのよ、言わないから、お前なんで言わねえんだ、変えたって言わないって、お前の特権だろって言ってくれって聞きたい俺は、先輩特許だろって、先輩特許だから。山本選手いけ、山本選手これは面白いな、すげえ上層、すげえところから、いけいけ、もういけ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 、まあ、逆にチャンスは生まれるよな、外にも。ちょっと遅くね、いや大丈夫、伸びるでしょ、いやでも遅いな、あ、遅いかも、ちょっと今だってね、なんかね見てたよね上層、あ、でも伸びるわ、うわこれ田村さんの方が伸びてる、でも飲み込める、あー、なるほど、あ、昨日と一緒だ、こうなったら田村さんにチャンス2だ、よし来た、 1、 いや刺さった、いや頼む、いや刺さってるでしょ、うわーマジかよ、よしもらった、これ田村さん行かねえかな、いや26はやってない、26はやってない、26はやってないぞ、いや2だ、2-16、よっしゃ、マジか刺さってる、21はうまい、俺があの21を買ったところ喋らせないから、なんで買ったかってところ、うめえ、そうだよ、これはうめえ、これはうめえ、俺にちょうど喋らせなかった21ていうか田村さん負ける、おい4だ、下4、激高いぞ、4だったら激高いよ、山本選手頼む、山本選手頼む、もうフルパワーで頼む、つうか1-21結構満州じゃない、違う、まあまあ高いです、4だったら激高いよ、4なら満州絶対、うん、いや激高だと思う4は、田村さん負ける、山本選手頼む、山本選手頼む、山本さん行く、6になったら全然落ちるから、山本さん勝つよこれ、勝て勝て勝て、あーでもいくら持ってんの、1000、これでかいよ、1000、これめっちゃ高いよこれ、あーでも6きた、山本選手負けるな、山本選手負けるな、全然違うから、いや1これあるある、全然いい、あー負けそう、あー割足がやだ、あー大丈夫、伸びるか、負けろ、ちぎれちぎれ、握るんだ山本これは山本逃げ、これは応援した方がいいよマジで、多分かなり違うよ、山本健治頼む、うわ田村さんここ行かれん、行かれん、うまい、山本ナイスター、うわ勝ったこれ、来た来た、うまい、30通り、いや1全然違う、24は高いぞこれ、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます、これはおめでとう、よーしゃー、よう勝ったわ21、ね、俺のこの21喋るときに君たちに止められたからね、だから当たったんだよ、ああ毎回、俺言えよ、毎回止めてくれ、余計なありがとう、余計なこと喋んなきゃ当たる、毎回止めてくれ、余計なこと喋んなきゃ当たる、毎回止めてくれいやーバッチ変えたな、変えたイージーだねこれね、これイージーだね、変えたわ、イージー、いやつか1これマジですげえわ、イージーです、よっしゃー、15,170円、 おめでとうございます、よし、ありがとうございます、よっしゃー、せーでしょ、15万、これはうまいわ、この時間に15万バックね、何言われたっていいでしょ、こんな15万だもん、うん、みんな楽しくやってくれ、車の金返ってきたとりあえず、よし、あと100円でかければ車直った、一旦直った、一旦直った、直った直った、車直った、車直った。
ちょっとここは自信ないんで抑えめに行きますわ。正直、うん、このレースは僕は流す感じになります。はい、本命はあとは一応の二頃、ここトントンぐらいですね。でもやっぱ当てとこうかなってことで、この9点でこのレースは僕の中では、うん、ちょっとステイって感じですね。やっぱ田村選手、まあ、12レース目にインカラ勝つつもりも満々でしょうから、で準優なるべく点数多く持って準優に舞い戻るということで一番の勝負がけじゃないかと。松尾選手と福来選手の間に入ってて1、4、2、6に入ってた場合は4がまぐり出しに入ってるので原田選手は上行くことになるかなっていうので、遠いところを、まあ、6コースからスタートは一番切りやすいということで、ケンシロウ選手の3着付けと松尾選手の残り残し142146と412416を3000円ずつ4点。はい、僕は、田村選手を1、2着にして相手2で、156で412だけオッズが低いんで、1000円買ってます、うん、そして1頭固定の46を5000円ずつ。ここ行ったな。はい、行きました。さあ、うわー、田村選手覗いてる。あ、福来選手は早い。うわ、田村選手これ来るんじゃないか。田村さんどうぞ、まぐり差しどうぞ。届くか。さあ、まぐり差し行ってみよう。いいや、角度的に逃げた。16だ。16、うわ、けんちゃん、けんちゃん、そっちの折り返しはきつい。けんちゃん、なんだったら抜きそうだけど。けんちゃん、うわー、田村さん、3着はまずいんじゃない？これ待って、ジャイさんが持ってるぞ。持ってる。うわ、これ164、5000持ってる、やば。うわ、16、やば、これ1464、5000持ってる。なんで急にそんなズバピタで2点。ジャイさん、これやばいっすよ、5000持ったら。これは決まる ?164 で。これで6が抜かない限りは、いや、これ164で決まるでしょ。いや、さすがに決まりっすわ、これ。これ、ジャイさん、なんでこの時点、ズバピタでこう。とりあえず当たり、当たりは間違いない。やばい。当たりは間違いない。で、164と146だ、ずいぶん違いますよ。いや、これ164すげえ高いよ、だって。すげえ、すげえ、まあ、万はないけど。マジすげえ。さすがに164の方がつくの。164のが全然つくの。全然つく。146は全然です。あ、なるほど。ケンシロすげえ。これはもうさすがにトラブルなければできてますね。なんで急にズバピタそこいきなり 2.5 千ってそこまでいってないのに。すげえな、マジで。天才なんじゃねえの。やべえ。これは強い。これいいね。なんじゃそら。ケンちゃん上行ったな。いやー、たまげた。もうここは安全運転で間違いできましたと。マジかよ、ここ2枚ズバピタは。うわー、俺も絶対当たったと思ったね、あのディスリットで。1441の形だったね。うわー、よっしゃー、すごいわ、マジで。これが爆祭ってやつだろ。半端ねえ。折り返すとこ間違えてた。さあ、オッズ見ましょう。はい、出た。おお、いいじゃん。20万きた。バックです。すげえ、お見事。やった。なんかあの神からお告げがあったのかっていうぐらい、だってそれまで500円とか買ったのに急に5000円に上げたから何かと思ったら、いやいや、そうですね。いや、うわ、すげえ。未来から来てるんですよ。よく言われるんですけど、ね、上500円で、上500円と1000円で、そうなんだよ、下のイン逃げだけ5000円ですからね、はい、いやー、化け物だな。